オーストラリアのネスレ、マリー、フュージアン、スーピーヌードルス、ジャパニーズテリヤキ、製造はマレーシア、揚げ麺に液体ウィ粉末スープがついています。麺は細い角断面で気泡感が結構あります。そして柔らかめなのでちょっとだらしなさを感じます。日本をイメージする製品なのでもうちょっとコシとか歯ごたえが欲しいところです。スープは甘いです。こってりとした醤油だれをお湯で溶いたものに魚介の出汁を加えたような感じです。大豆の香ばしさがあります。あまり良くない意味でのマイルドな口当たりで、辛い刺激もなくぼやけたような味です。具は何も入っていません。単調なスープなので最後の方では飽きてきました。オーストラリアの人たちにこれが日本の味だと思われるのはかなり不本意です。